とかそういうことじゃなくて、全然自分と関係ない人の脳に入れる、意識に入って見ることができる、そういう欲求って人間にあると思うんですよね。自分の目に映る世界、その色を知ってほしい。ブレイク前夜、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は画家大谷育代。幼い頃から絵を描き続けてきた彼女が作品に映し出すもの、それは自分の頭の中にある世界。私が生きてる前からもともと人間は生きてて、その世界に急に私がパッて生まれたわけなんですよね。私の目から見た世界を自分としての視点で描いてるんです。でまた次に私の絵のことをすごいいいなと思った人が、ちょっとでも次の世代に取り入れてもらえたら、私の生きてる意味があるなって救われるなと思うんですよ。見る人と自分の世界をつなげたい、そのために描くのは人なら誰しもが抱く生と死の葛藤。やっぱ生きてて幸せに生きたいなと思ってたんですけど、連綿と流れてきた歴史の中に自分が生きてる時間ってめっちゃ短いじゃないですか。そういう風に滅びていく悲しさっていうか、なんか寂しさとか辛さとか、ずっと続いたら嫌だなっていう感情もありますけど、生と死とかを同時にあるから、幸せっていうのが美しいなって思うんですよね。いつかは終わりを迎える命だからこそ、その美しさは輝きを増す。そんな彼女の絵に宿る息遣い。私は割と建物とか室内空間も描くんですけど、その奥行きとかそういうものを感じさせるのって、本物みたいに描けるんじゃなくて、存在自体があるって思わせることなんですよ。平面に紙が載ってるだけのものを人が見た時に、その世界に吸い込まれて心に入っていけたら、それがリアリズムだと思うんですよね。果てなく続く歴史の中に、自分が見たリアルな世界を残したい、そんな大谷育代のブレイク前夜。絵って私の見え方はこうですよって言ってるものだと思うんですよ。自分がそれを見た私の捉え方を描きたいわけです。絵として見た時に衝撃ってまではいかないですけど、私の感覚が他の人の感覚にパッと入っていけたらめっちゃ嬉しいですね。そういう絵が描きたいなと思って。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は陶芸家篠崎由美子のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。